デミー時代の一番の思い出、二人はそれぞれありますか？はい。これは中二の海外遠征。ああ。は結構。どこだっけ？アメリカ？いや、ドイツと同じ。違う。下から見て。ドイツ。ドイツ行って、ザルツブルクとやって。へえ。1対15ぐらいで負けて。同い年。同い年か一個上で。成長が早いんで。成長が早い。確かに。こっち中2で150とか。うん。向こう180とか、もうひげ生えてて。起き上がってんだよね。中2でもう。ボロボロし。それが一番。たくさん思い出あるからな。うん。ないね。絞れない。絞れない。僕もその海外遠征でスペイン行ったんですけど、うん、すごいそれはやっぱり刺激的な、いい経験になりましたね。うん、まあそれこそ本当に、どこだっけ、マジョルカじゃなくて、マラガじゃなくて、うん、スペインのなんか、ちょうだい、スペインの。スペインの。あ、エスパニョール、うん、エスパニョールのアカデミーってめっちゃ評判いいんですよ、うん、で、なんかもう向こうってアカデミーからの世代からもう遺跡があるじゃん。で、なんかそのカンテラの選手とかもそのエスパニョールから取るみたいな話を聞いてて、うん、そのチームとかもいたし、まあ、やってはないですけど、やってないんかな、やってないんだけど、まあ本当にいろんな海外のチームの選手とやれて、もう本当にフィジカル面とか、なんかそうですね、すごいいい経験になってます。なんか交代連と比べるんであれば、うん、もう上下関係とかそんなにないですし、うんね、結構真面目なイメージはあるかな、俺は。うん、そうなんか、文武両道頑張ってるなっていうのは、うん、確かに。あります。結構コーチ陣も学校のことはちゃんとやった上の参加っていうのは結構言ってくるんで、うん、まあ、そこはみんな、まあ、練習の終わりの間の時間だったりは、まあ、自分たちの世代は勉強と頑張ってたかなっていう、うん、え、練習終わった後に、はい、練習終わった後に勉強したの？練習終わって帰りの電車とか。マジで、すごい。そういう。誰にそもそも見てもらってたの？ユースはシゲさんです。うん、シゲさん監督の、うん、まあ、その年によって違ったですけど、その、早さんとかだったですね、俺は。ユースの時は。うわ、ユースは、1年の頃は、シンギさん。うん、で、コーチが野田さんと西さんで、高2から3年の初めが早さんと亮さん、そっか、最近だもん、そうだし、亮さんで、途中で早さんがトップの監督になって、で、しげさんが監督やってくれて、なんか覚えてる言葉とかある？今にも生きてる。なんかその、まあ、いろんな言葉をもらいましたけど、うん、まあ、ジェイユースの時は、1年中1が丸さん、中丸さん、うん、中2が友さん、中3が中丸さんですけど、うん、そのなんか丸さんが言ってたなんか言い訳は進歩の敵っていう言葉は、私なんか今でも思い出すというか、うん、パッとなんか言葉残ってるって言われた時にそれが出てきたんで、うん、まあ、なんか染みついてるのかなっていうふうに思いますけど、うん、まあ、中3の頃がトモさん監督で、うん、で、その時はなんか結構弱い台って言われてて、自分たちが、で、本当に全然勝てない、練習試合とか勝てない中で、なんか人間的成長なくして技術的進歩なし
いやこのミーティングで言われて、トモさん、トモさん、トモさん、そこは印象に残ってます。うん、話変えるけど、杉の憧れがコウスケっていう話を聞いたんだけど、本当にってそれ何で言わされた？そう、自分は FC 入ってきた時にはもうトッププロ1年、うん、いつだ？何年前？6、そうだ、6年前だったら1年目だっていうか、でもトップの人っていう感覚で、うん、ユーサーが言ってるのも知ってたんで、うん、まあ、一番短いって言ったらあれですけど、まあ、隣で練習してるし、うん、まあ、あのグラウンドで会ったら挨拶も全然、まあ、他の人よりって言ったらあれですけど、まあ、元気よく返してるんでそうだで、もう本当にあのユースからユース上がって、まあ、トップチーム活躍したいなって、コウスケ君見て思ったのが最初です。うん、それだけね。いや、結構圧すごかったね。その時の誰にすごく仲良くなれないけど。まあ嘘でも嬉しいですけどね。じゃあ続いて、アカデミー出身で良かったなって思うこと。これはもう本当にあの今のサッカースタイル、自分のプレースタイルが、まあ、ここで培われたもので、なんか岡飯って俺当時は小さくて上手い選手が多くて、うん、でそのなんかフィジカルじゃなくて技術的な部分とか判断の部分の練習がすごく多くて、それをもうアカデミーであのトレーニングできたことが今に直結してるというか、うん、そのものなんで、まずそこが良かったなっていうのと、うん、まあ、さっきもあったけど、なんか人間的な部分も大事にしてるし、うん、まあ実際今あの人間的にどうかっていうのは分かんないけどまあそういう部分も指導していただいたんで、そこが良かったな。自分もコウスケ君が言った通り、人間的部分もまあ大事にしてくれるクラブだなっていうのがあって、サッカーだけ上手ければいいってわけでもないっていうことは、まあアカデミーの6年間通じてまあ教えてくれたんで、そこは本当にまあ一人の人間としてはまあ本当にこのクラブが育ててくれたなっていうのはあるんで、本当に横浜に入ってよかったなっていうのと、うん、あとは環境がすごくいいなって思ってて、うん、ユース、そのジュニアユース、ユースとかスクールとかの練習場じゃなくて、トップチームも使ってる練習場の横でできるっていうのは本当に、うん、普段からプレーとかも、まあ、コロナ前とかだったら練習試合とかちょろっと見れたし、うん、まあ、そういうところで本当に身近な存在にそのプロ選手がいるっていうのは、本当に自分的には本当目標にするのが明確にここだっていうのがあったのが本当にでかいと思います、うん。じゃあ続いてアカデミーある、ワクラ行きました。こうワクラ行ったよ。ワクラ高1一発芸とかね、何ですか一発芸。あー、なんかあったかも。こう、なんか、ワクラ遠征って言って夏に行くんですけど、うん、そこ行くと、高一全員は一発見ちゃってっていう。何したんですか？俺、こう、米大湯やりました。顔真っ白にして。コウスケもやったの？俺はやってないから、その時、いや、まだなかった。あんま覚えてなかったかもしれないです、まだ。大丈夫今。いや大丈夫。なんかいや話持ってきたから行くんかなと思ったけど。取っとく。まだ。じゃ最後に今のアカデミー選手たちに伝えたいこと。
まあ、自分、まあ、このクラブに入ってきて、まあ、同学年の人より優れているタイプではなかったので、中学生の頃は本当に上の自分より上の代のカテゴリーに飛び級とかもしたことなかったですし、で、まあ、ユース入って、まあ、たまたま代表の人が見てくれて、で代表入れてここまで、まあ、来れたっていう感じなんですけど、本当にどこで誰が見てるか分かんないし、まあ、それ見てる時に力発揮できるのは、まあ、チームメイトと切磋琢磨したり、まあ、日々の努力とかは大事なので、まあ、自分が今どこにいるとか関係なくて、まあ、何するかが大事なので、そこは人に流されずにこれから頑張ってください。素晴らしい。まとまりました。よりいいの、よりいいのね。というか、やっぱりその、 あの元プロだった選手が教えてくれるわけだし、で、あとそのコーチになってから、トップチームのコーチになってまたアカデミーに戻ったコーチとかもいますし、まあ、そのやっぱり実績というか、もうあのプロになるため の、 その経験を、している方たちが教えてくれるっていうのが、まずあのプロの選手になれる近道だと思いますし、まあ、本当に横浜FCだけか分かんないですけど、その人間的な部分も成長できると思うんで、まあ、その素直にというか、あのプロになるために、今アカデミーにいることを感謝しながら、あの自分を高めていってほしいなと。いつも横浜 FC を応援していただきありがとうございます。横浜 FC フットボールアカデミーでは育成サポート基金のフェニックスクラブの募集をしています。未来の横浜 FC 選手たちへの応援をよろしくお願いします。